個人でゲームを作るのに対して会社でゲームを作ることって率直にどう思いますか？会社でゲームを作るというイメージについて皆さんはどのように感じられるでしょう？会社員としてゲームを作っていると、なんといっても給料がちゃんと出るのがありがたいですよね。反面、成果を上げても売上に正比例した給与やボーナスになるわけではないと思いますけど、これは仕方がないことです。ゲームの売上は世界的に二極化が進んでいます。売れるソフトはとても売れるけど、売れないソフトはとことん売れない。制作費や宣伝費、運営費などの費用が売上を超えると赤字になり、会社の資産を食い潰します。一人で作って一人で売り込むようなものでない以上、売れないのは誰のせいであるとは言えません。遊んでみて面白くないというのは要因としては思ったよりも優先度が下、遊んでくれてるわけですから。見た目の問題かもしれないし、タイトルの問題かもしれない。宣伝不足、ライバルソフト、ご時世、対象機種などあらゆる要因があるし、どの作品であれ他のせいだとは言い切れません。で、作ったものがどうしても売れない場合、会社の存続が危ぶまれます。会社が傾いたり潰れたりします。だけどそんな状況においても、働いた人にはちゃんと給料が保証されるわけです。これは優しい世界ですよね。責任は会社にあるんです。反面、売れたタイトルの売り上げは赤字などへの充当に充てられます。もちろん未来に向けた開発への準備へも。パブリッシャーとディベロッパーでまた違いはありますが、会社のゲーム制作はただ作るというだけではありません。場所や機材の提供はもちろん、新人の育成、開発ツールの基礎研究、ミドルウェアとかライセンスの管理、翻訳、各国に向けた調整など考えるべきことは山ほどあります。大手であればあるほどこういったところにコストはかかるでしょうね。リスクとリターンを慣らして分配し、それぞれの得意分野に絞った仕事に集中できるのが会社です。まあ今回はチーム構成の話ではないので、そういったお話は省略します。何にせよ、異なる人同士の運営というのは摩擦もあります。立場の違い、見解の違いなどからギスギスすることもあるでしょう。しかし、自身が支え、自身も支えられるのが会社というものですから、少なくとも、自分で選んだ道でもあるはずなので、働かされているという意識は払拭し、助け合って進められるのが何よりだと思いますね。まあ、フリーである私が言っても説得力は全くないかもしれませんけど、お前が言うなと。ただ他の会社とジョイントをしてことをなすことが多いので、これでもちゃんと勤務していたり、ルールを守ったりしていますよ。会社は支え合いで、お互い様で、互いの長所を強く引き出せるため協力していきましょうね。